先延ばし癖を科学的に克服。誰でもすぐやる人になれるニューロエンコーディング方法とは、実際には先延ばし癖は脳の一部によって引き起こされる習慣ですが、ニューロエンコーディング方法を使用することで、誰もがその習慣を克服できる可能性があります。この方法では、脳の特定の部分に直接働きかけて、先延ばしを抑制することができます。具体的には、特定の活動や訓練を通じて、脳の神経回路を変化させることにより、先延ばし癖を克服することができるのです。この方法を使えば、誰でもすぐやる人になることが可能です。先延ばしをやめて、効率的にタスクをこなすために、ニューロエンコーディングを取り入れてみましょう。ニューロエンコーディング技術を活用した、先延ばし癖を克服し、すぐやる人になるための、具体的なステップ、重量アクション、脳の可塑性を利用して、最初の一歩を極限まで小さくすることが推奨されています。例えば、仕事を始める際には、パソコンの電源を入れる、運動を始める際には、シューズを履くといった、些細な行動から始めることで、側坐核を刺激し、ドーパミンの分泌を促進します。これにより、行動力が高まり、先延ばしを防ぐことができます。セルフトークの変化、ネガティブな感情を書き換えるために、自分自身に対して、前向きな質問を投げかけることが有効です。例えば、これを効率よく終わらせるには、どんな工夫をしたらいいだろうといった質問を自分にすることで、脳は前向きなセルフトークを始め、それに伴い、ネガティブな感情も書き換えられます。タスクの細分化チャンクダウン会の小分け。大きな目標や課題を小さなタスクに分解し、それぞれを具体的な行動レベルまで落とし込むことで、行動のハードルを下げます。これにより、脳は安心して行動に移しやすくなり、一つ一つの達成感が、次の行動へのモチベーションとなります。環境の整備、作業スペースを整理整頓することで、脳へのストレスを軽減し、やる気を高めることができます。乱雑な環境は、脳にとってストレスとなり得るため、整理整頓によって、脳の負担を減らすことが推奨されています。これらの方法は、脳の特性や反応を理解し、それに基づいて、行動や環境を調整することで、先延ばし癖を克服する手法といえます。